楽しい会社を作ろう。はい、皆さんこんにちは、小野瀬正也です。ドラマに学ぶ企業変革、病院の治し方、ドクター有原の挑戦第4回を今日お話ししていきたいと思います。この第4回のストーリーで鍵になってくることは、将来を向けた投資っていうところかなというふうに思っています。でその将来を向けた投資っていうのが、どんなことなのかということなんですけれども、患者さんに提供したいサービスというのが、あるわけですね。当たり前ですけれども、でその大きなもののものとして、産科と、24時間救急というのがこの有原総合病院にはあるんですね。他のか、診療科もありますけれども、柱として大きな収益のも、なっているものとして、産科とそれから24時間救急、24時間救急はこれから、やっていこうというところではあるんですけど、大きな柱であると。でこの、この図のですね、この大きさはですね、これだけの大きなものを提供したいっていうような意味でこの大きさになってると思っていただきたいんですけど、産科もこれだけ大きなものを提供したい、24時間救急もこれだけ大きなものを提供したいっていうような、考えがある。ところが、サービス提供体制はこんなにちっちゃいってことですね。提供したいものに対して、提供する体制はこんなちっちゃいのが現状だっていうことなんです。人員が足りてない、設備も足りてない、だけどこんだけのことはやりたい、やりたいってことはいっぱいあるんだけど、その後の体制が足りてないっていうのが現状だっていうことなんですよね。でそのことによって結局どういうことが起こったかというと、過重労働になっていて、医者が退職するっていうことになっちゃった。小児科の先生ですけれども、いろいろ負担が大きくて、小児科と常駐の先生が一人しかいなくて、大変だったということですね。救急の方もやんなきゃいけないし、産科の方でもいろいろ手伝ってやんなきゃいけないしみたいなことで、すごい負担を感じていると。で、自分にはこんな、それだけのことを背負ってやることはできませんって言って退職してしまう。でそのことによって、産科の方では、生まれた後に、ケアする必要があるので、小児科医が常駐してないといろいろちょっと難しい、お産なんかを受けることができないんですけれども、常駐がいなくなっちゃうので、安全だと言われるようなものしか今後受けられないみたいな状態になってしまったんですよね。で、そのこととプラスして、というか別の観点として、診療レベルが不十分だっていうことが起こっちゃったんですね。このサービス提供体制がちっちゃい、提供したいものはこれだけあるんだけど、提供する体制はこんな小さい。でこちらは24時間救急の話なんですけれども、24時間救急っていうのは、急に来るわけですよね。いつどういう人が来るかわからない。で、順番に1時間おきにとか来てくれればいいわけですけど、集中するときは集中するし、暇なときは暇みたいになっちゃうわけなんですけど、集中したときにどの患者さんをどういうふうに見ていくのかっていう、その優先順位をつけていく、適切にそれをつけないと命に関わるみたいなことが起こるわけなんですけれども、実際に、そういうことが起こってしまったんですね。この患者さんも、救おうと思えば救えたのに、体制ができてなかったために手遅れになっちゃったっていうようなことが、あった。だからなんとかこの24時間救急体制をしっかりできるような体制を作りたい、この、院長は、患者さんにこれだけのサービスを提供したいっていうものが強くあるので、そこをすごく強く思っているんですね。でもそれがこの提供体制の方がちっちゃいので、そこが大きくならないので、なかなか実現していかない。で院長はサービスをこんだけやりたい、こんだけやりたいっていうことをやるので、負担がどんどん増えていっちゃってるわけなんですよね。でこれからやらなきゃいけないのは、このサービス提供体制が小さいので、これをこういうのを大きくする、提供したいサービスと同じだけの大きさの提供体制を作るっていうのが、これからの課題になってくるということなんですね。でただこれ口で言うのは簡単なんですけど、実際にやるのには投資が必要っていうことで、いろんな課題が出てきてしまうっていうことなんですよね。でこの24時間救急の体制っていうのはについては、具体的に言うとどんなものなのかっていうと、救急専門スタッフを雇いましょうと、北米の ER 型っていうものにしましょうということなんですね。ドラマで、やってましたよね。それはいいんですけどで、救急専門スタッフを雇うと、お医者さんも救急専門の医者、それからスタッフも救急専門の方のスタッフ、専用のスタッフにすると。で、他の診療科からは独立させて、救急部門だけを作ると。でそのことによって、今の他の診療科の人が、救急体制の方に、順番にこう携わるみたいなことになって、負担が大きくなってるっていうのを軽減できるっていうことなんですね。で、初期治療についてはこの救急医の方で、見る。で、どんな患者さんもその救急医が見る。
で、基本的な、まあ、簡単なことであればその救急医のところで終わっちゃうし、専門的なものが必要になってくるときにはその専門医を呼んで見てもらうというような体制を作ろうということなんですね。で、救急医の方は3交代にして24時間365日見られるようにすると。で、でも、診療科の方からは独立してるので他の診療科の先生には、まあ看護師とかには負担がかからないよっていうことなんです。でそれはそれでまあ素晴らしいことなんですけど、でもこれにも投資が必要だっていうことなんですね。考え方としては素晴らしいし、アイデアとしては素晴らしいし、まあ北米でやってるわけですからそれがまあ成り立つわけなんでしょうけれども、でも今の状況で投資ができるんですかっていうのが、まあ、また大きな課題になるわけですね。でこの将来へ向けた投資になってくるわけなんですけれども、でそこについてまた院長が言うわけですね。この将来へ向けた投資これがやりたいんだって言うんですけど、まあ、事務長とかはそんなこと言っても、確かにそれは素晴らしいけれども今この状態のこの病院の状況で新たな投資なんかできませんよと、銀行は待ってくれませんよと、元銀行員としてはその銀行でどうやって金を、まあ、融資をつないでいくかみたいなところですごい苦労してるのにあなたには分かってないんですよみたいな感じなわけですね。でそこでまあ、院長が言うわけなんですけど、確かに、まあ、今日種をまいても明日花が咲くわけではありませんと。でも種をまかなければいつまでだったって、花は咲かないんです。確かに今まいたら明日咲く、すぐに収穫できるみたいなことじゃないんです。でも種をまかなかったらいつまでたったって収穫なんかできないんです。だから今何をするかで病院の将来が決まるんです。今なんです大事なのは、と。今でしょっていうやつですかね。まあまあいいや。で、でですね、まあそういうことを言うわけです。確かにその通りなんですよね。将来を見据えて今ここでちょっとリスクがあるんだけど投資をこうしなきゃいけないっていう、でその考え方っていうのはまあわかるし、間違ってはいないと思います。ただ事務長が言ってることもそうなんですよね。今この状態でそんな投資なんかできませんっていうか許してもらえません、してくれません、お金貸してくれません、それが現実ですみたいなことなんですね。でここがやっぱりこういうところが一つの、鍵になってくると思うんですけど、どんだけこの経営者の側としては、どんだけの覚悟を持って、それからこうどれだけその勝算があるかですよね。プランとして、まあ、運が良かったら、うん、まあ、いけるんじゃないんですかみたいな投資だったら誰も多分 OK してくれないと思うんですけど、こうでこうでこういうふうになってるから、だからこの投資をすれば、将来何年か後にはこうリターンがあるんですっていうことがきちんと言えるかどうか、もちろんその通りいくかどうかは分かりませんけれども、きちんとした計算が成り立つかどうかですよね。まあその計算が成り立つっていうことと、それをきちんとやりきる覚悟があるか、実行力があるか、まあ、その両方だと思うんですけど、でこの、院長の、まあ、その言動から、まあ、まずは事務長は分かりました、じゃあリスクを取って、投資をしていくっていう方向でいきましょうっていうふうに、まあ、納得して、で銀行の方に行って、まあ、副頭取と話をして結局 OK が、まあ、出たっていうことなんですね。で、まあ、そこでの、このストーリーの中の、まあ、裏のところで一つ重要なことがあるなと思っているんですけども、それは選ばれる病院というのはどういうものなのかっていうことなんですね。でそれは何なのかというと、この、院長はもともと患者さんに選ばれる病院というのはこういうものだっていうことを、まあ、明確に持っていろいろ作ってきた。24時間医療っていうものを やることによって地域に住んでいる、皆さんが安心していられると、いつでも、まあ、ここに来られるというようなものを作れば地域にとってはいいことじゃないかと、患者さんにとっていいことじゃないかということで、まあ、患者さんにとって選ばれる病院ってのは何なのかっていうことで突き進んできてるわけですね。でただ自分は現場で働く方の、人の方を見てなかったと、患者さんの方ばっかり見てて現場で働いてる人のことを考えてませんでしたと。まあ、確かにその通りで、だから、まあ、離脱してってしまう人が出てきてるわけですよね。で自分はまあ考えたと、いい病院っていうのは結局そこで働いてる医師とか、働いてる看護師から選ばれる病院じゃなきゃダメなんだと、それで初めて選ばれる病院になっていく、患者さんからも選ばれる病院になっていくんだということに気づいたんですと。だからこそ、24時間の医療体制も今いるメンバーで何とか無理してやるんじゃなくて、そういう専門のスタッフを雇ったりして、まあ、構築していくことが必要なんだって思ったっていうことなんでしょうけどね。でこれも、一般の企業とかでも同じことが言えるわけですよね。お客さんから選ばれる会社にするのには、まずそこで働いている社員たちが、
この会社がいいなと、この会社で働きたいなと、この会社を選びたいなって思ってもらえるような会社にしなきゃいけないっていうことなんですよね。まあ、よく言われるのは、お客様を満足させたいんだったらまずは社員を満足させろということですね。満足している社員だからこそこうお客さんを満足させられるというようなことを言いますけれども、まあ、ここでもその、この院長がそういうところに気づいて、まあ、そういう話をしてきたということなんですね。で、お客さんに選ばれるためにはまず社員にとって、まあ、スタッフにとって選ばれる、病院、選ばれる会社にならなければいけない。でも逆に言えばそういうふうな会社になってくればお客さんからも喜ばれる、こう楽しい会社というものになっていくっていうことなんですよね。ということで今回はその投資をするっていう、その決める時の覚悟とか、それをやっていく時の、まあ、論理性もそうだし、やっていくだけの実行力、覚悟、決断、そういったものがまあ重要になるっていうことと、どういう会社だったら、どういう病院だったら、本当に選ばれるものになっていくのかっていうところが鍵になってくるストーリーだったかなと思います。今日は以上です。ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください。チャンネル登録もお願いいたします。